今回はストレッチの効果を最大限に上げて体を柔らかくする方法として紹介していきます。今回の動画を最後まで見ることで、今まで硬かった体がすぐ柔くなり、血流が良くなり、ストレッチのコツがつかめて痩せやすくなります。動画を最後までご覧ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ストレッチのコツ、筋肉を伸ばすコツということで紹介していきます。今から行う実験で体が少しでも柔くなった方は必ず動画を最後まで見てください。まずは足を閉じて前屈をしてみてください。どれぐらい前屈がいくか覚えておいてください。それでは次にふくらはぎを足の甲に叩きます。ちょっと強めに叩きます。反対足もです。次に太ももの裏を叩きます。ちょっと強めに叩きます。反対もです。次に正座からお尻を持ち上げて腰を少し叩きます。腰の筋肉を柔らかくする感じです。はい、それではもう一回前屈をしてみましょう。どうでしょうか。先ほどよりも前屈が下までいけたよって方は今からの動画を全部見てください。変わらなかったよって方は動画を消しても OK です。私はストレッチ歴30年なんですけども、開脚はもちろん180度、伸脚ももちろん180度できます。これはキャリアが長いからではなく、柔らかくなるコツを知っているからストレッチが続いて体が柔らかくなれてるんです。ストレッチをする際にポイントとしては、叩く、揉む、さする、この3つの手技が大切です。腰が痛い時に腰を叩く、肩が凝ってる時に肩を揉む、ぶつけて痛い時にぶつけた部分をさする、そういった無意識な経験ないでしょうか。痛い部分、そこに触れることによって筋肉の痛みや緊張が和らげられるんです。要するにストレッチの際に伸ばされる部分、痛いと思う部分を今の3つの手技を行うことによって筋肉が早く伸びてくれるんです。毎日積み重ねて痛いのに慣れてる人というのは、筋膀胱の鈍化が働いて痛いと思わなくなって筋肉を伸ばすことができるんですが、あまりストレッチをしない、筋膀胱が鈍化なかなかしない方は筋肉にロックがかかってしまって、ストレッチをしても一向に筋肉は伸びない、逆に痛いと思った瞬間に縮んでいく、そういう筋肉の働きが起きてしまいます。そこで大切なのが電マッサージガンです。最近目にする方も多いと思いますが、これはUFITさんのマッサージガンのちっちゃいサイズなんですけども、私はこれを購入してストレッチの際に活用しています。アタッチメントはいろんなものがあるんですけども、私はこの平らな部分を使ってます。これがこういう感じで、レベルは4段階あるんですけども、私は基本的に一番弱いやつかその次で行ってます。これの力がすごく強くてですね、ストレッチの際にとても活用できます。マッサージガンについては動画の最後に説明します。今回は先ほどの揉む、さする、叩く、この3つの手技を行いながら軽くストレッチをしてみましょう。それでは紹介します。今回は手で行いますが、マッサージガン持ってる方は手で行うことをマッサージガンでやると簡単で効果的です。はい、まずは開脚です。足を軽く広げてもらって、まずは伸ばされる太ももを少しさすっておいてください。はい、これで筋肉が鈍化します。これでしっかり足開いてもらって、痛いと思う部分まで広げてください。これをまず30秒間やっていきます。スタート。これでももを軽く叩きながら、硬くなる部分を揉んで、引っ張られる部分をさすります。これをマッサージガン持ってる方は普通にブーっていう感じで伸ばしながらストレッチができます。ない方はまずは叩きます。さすったりします。はい、 OK です。さするだけでも筋肉が温まってると思います。すごく伸びやすい状態にあります。今度は足の裏を合わせて、柔らかい方は揺らします。硬い方はちょっと手でこうやって押さえます。30秒いきましょう。スタート。これも股関節を叩いたり揉んだりして
硬くなっている部分を3つの手技で緊張をほぐしてください。マッサージ感ある方は太ももとかを叩くだけで筋肉が緩みます。前かがみになる際は腰が伸ばされるので腰を少し叩きます。はい、 OK です。次には二の腕を細くする場合にしっかり筋肉を伸ばす必要があります。伸ばすときにここが引っ張られると思います。ここを少し叩きながら伸ばします。スタート。引っ張られる感覚がしたら叩きます。揉みます。再度伸ばします。反対も一緒。これで少しの時間で筋肉が伸びます。普通に引っ張られても筋肉は縮もうとしてますから、緩めながら伸ばすことが大切です。マッサージがある方はこうやってできます。はい、 OK です。今度は肩が内巻きになっている人は二の腕細くなりにくいので、しっかり胸を張る姿勢を作らなければいけません。そこで必要なのが小胸筋のストレッチです。肘を曲げた状態でいきます。スタート。手を後ろにする際に伸ばされます。ここをしっかり叩いたり押したりします。反対も一緒です。ただこうやって伸ばしても伸びません。しっかり揉んでさすったりしながら行います。マッサージ感ある方はすごく簡単です。小胸筋をこうやって伸ばしながらマシンでやるだけです。少しです。はい、 OK。 今回はマッサージガンとストレッチの効果を最大限に引き伸ばす方法として3つの手技を紹介しました。体が柔らかくなること、筋肉が柔らかくなることによって血流が上がりますので代謝が上がり、エクササイズをしても1個の動きがここまでしか動かないところをここまで動かせれると、同じ1往復の動きが大きくなってエネルギー消費や筋肉の収縮が大きくなるので、より効果的にエクササイズを行えます。このマッサージガンにつきましては説明欄にリンクを貼ってます。そしてタートルフィットネスの視聴者様だけにクーポンコードを発行してます。 10% オフで購入することができますので、このお得な機会にぜひ体のケアとしてゲットしてみてください。ストレッチの勉強になったよって方はよかったらグッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで説明欄からリンク見てもらってフォローしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。